冷戦世界が東と西に分かれて対立を続けた時代ですねこの第二次世界大戦からあもう随分続いた1990年頃になるまで続いたこの冷戦が世界で核兵器が一番たくさん作られてでそして蓄えられた時代です一番多い時はアメリカとソ連合わせて6万発もの核弾頭が蓄えられました。でそして 核兵器を開発し保有するだけではなく実際に核戦争の勃発するその直前のような状態も生まれます1962年のキューバ危機はまさに米ソの対立が頂点に達した事件でしたでこのような冷戦期の核開発って何で起こったんだろうか冷戦時代の国際政治ってどういうもんだったんだろうかこれを考えるのが最初の課題です そして2つ目の課題は冷戦の終わり方この東西冷戦はアメリカとソ連の対立した時代ということで言えばこれは確実に終わったこの冷戦はどのような形で核をめぐる状況を変えたんだろうか核兵器の削減が始まったと言いながら具体的にどこでどのように進んだのかまた残された課題はどこにあるんだろうか。東西冷戦が 終わったその終わり方またその限界が現在の国際関係を左右していますで特に核兵器を保有する国が増えること核の拡散と言いますがこの核拡散を我々はどう考えたらいいんだろうか冷戦期の国際政治は言ってみれば核兵器と国際政治を考える上での基礎的なものがすべて詰まったような時代でこの時代について冷戦の始まりから 冷戦期のの国際関係その緊張さらにそれが終わる過程でそして誰がその冷戦終結の後の国際関係の担い手となったのか核を持っている国核を持っていない国さらに一般市民の関わりというものはどのような形で存在したのかこれから考えていきたいと思います。 広島と長崎に原爆投下された後、その世界では東側側と西側に分かれたた。対立が続きました一方ではアメリカ他方にはソ連があり体制の点で共産主義と自由主義社会主義と資本主義というそういう違いがあるだけではなくてそれぞれが軍備を蓄えてお互いに脅し合う。 世界の二つに分かれた時代が生まれますこの東西冷戦冷たい戦争の時代ですねで、そしてこの時代核兵器が両方の側で大量に生産されましたで、1953年の段階アメリカが持っている核兵器は全部合わせても73メガトンしかなかったで、これが57年になると17500メガトン 1>, に増えています1メガトンでも広島の原爆の100倍の破壊力があるんですがその広島の100倍の破壊力がある核兵器が1万7,500メガトンを作られていたでこれを見てもいいいかかかに大量のの核兵器がが作られていったのかがお分かりだと思いますでそして57年から後もそれはどんどん進んでいくことになりました。 また兵器の数だけではなくミサイルの開発あるいは原子力潜水艦の開発などさまざまな核兵器と結びついた新しい兵器の開発も進んだこともここで注意しなければいけません。こんなに大量の兵器を一体どうして作ったんだろうか地球を何回も破壊できるような核兵器がなぜ必要だと考えられたのか。 それがここでの問題です冷戦の下での核兵器の軍備拡大のメカニズムそのあり方について考えてみましょう核兵器を開発してそれを何のために使うのかでここで核兵器で相手を脅して自分の安全を図るという考え方が生まれます相手に攻め込まれないように核兵器を蓄えて 何かあったら核兵器で相手を攻撃するぞこういう脅しをするわけですね。でこのような相手を脅すやり方のことを抑止核抑止と言いますけれども核兵器を使った抑止戦略をアメリカもそしてソ連も取るようになっていったわけですね。 でそしてこの東西冷戦の時代はアメリカとソ連これが両方とも核兵器を持ってお互いに対抗しているでその外ではアメリカソ連ではないそして核兵器も持っていない国がやはり対立をしているだけではなくここにアメリカやソ連が軍事的に関わり支援し あるいは解任をして戦争を行う代理戦争といったことも起こりました朝鮮戦争はその代表ですしまたベトナム戦争にもその性格があったというべきでしょうで、こうして軍事的にはアメリカとソ連の核兵器で、さらにその外の地域においては代理戦争のような戦争が繰り広げられる でそしていわばその間のところにあるようなアメリカあるいはソ連の同盟国はアメリカやソ連の軍事的なな支援を求めよううとということになる同盟を使ってアメリカやソ連の軍事力によって自分たちの安全を図っていこうとする。としますとここで抑止と言っているのは核兵器を持っている国がお互いに脅し合うという抑止と。 それからもう一つ、その同盟国が米ソに頼ってその自分の安全を確保していこうとする、そういう二つ目の広がった形があります。で、この広がった方を我々は拡大欲し、俗な言葉で核の傘などと呼ぶものになるわけですね。で、さて核兵器を自分たちの安全のために使おうという戦略には。 どのような特徴あるいは限界もし核兵器によって相手の脅しにこう相手を脅して自分の安全を図ることができるのであればそして核兵器が使われないのであればそれはそれなりに役に立つという考え方をする人はいるでしょう。で核抑止を支持する立場の人はこのような考え方を現在でも続けています。 ところがいくつか問題があるんですね。で、一つは両方の側、東側西側が核兵器でお互いに脅している状態は、これは国際関係の不安定がずっと続いてしまうということなんです。で、仮にアメリカもソ連も核兵器をその自分から使おうとは思っていない、攻撃する意思がないという仮定が成り立ったとしましょう。 この過程自体が怪しいんですけれども仮にそうだったとした場合にそれでも相手が攻撃するかもしれないとすると相手の攻撃に対抗するためには自分たちも相手を攻撃する政策を変えることができないということになってしまう。で結果的には両方とも相手を攻める意思がない場合であっても極めて危ない。 しえうことになりますでこれは一般に国際政治という分野では安全保障のジレンマセキュリティジレンマと呼ばれる現象ですが特にこれが核兵器でお互いに脅し合うということになると、まあ、大変なことになるわけですね。核兵器を使った戦争で相手を脅し合うわけですからまさに世界の破滅を覚悟したような。 戦略を両方とも続けることになるで、このような相手をこう怖がらせるで、そして世界の破滅をかけたようなバランスのことを恐怖の均衡などと呼んでいますマッド、えー、相互核小破壊両方とも圧倒的に相手を倒すことができる状態 を保つことで作られるるるバランスは核戦争が起こる外然性と表裏の関係にあるですから核抑止という戦略はそれだけでも大変不安定な平和しか作ることができないでそしてもちろん戦争になる可能性はあるわけですね。でさてここにもう一つ付け加えておかなければいけないのが軍備の拡大ですお互いに相手のことを信用していない相手に攻撃されたらどうなるか分からない。 でこういった状態に置かれた場合には相手よりも優位にに立つことが重要になる相手よりも力が自分の方がたくさんあるんだからだから戦争になっても大丈夫だでそこで軍備の拡大の競争軍拡競争が歴史上最も大規模に展開されたのがアメリカとソ連の核兵器の軍拡競争だったんですね。 でそこで、えーまあ、何万メガトンもの極端な数の核兵器を開発しながらあそれによって安定がもたらされるかといえばそうではないもっと軍備の拡大を促していこうというそういう流れが生まれることになってしまいます。でこののように米ソ冷戦の時代は 今申し上げた恐怖の均衡、核戦争が発生する可能性を伴う大変危ういバランス、でそして今申し上げたような軍核競争が繰り広げられる時代になりました。でさらに付け加えれば、兵器の数だけではなくて、兵器の技術も必要でした。最初は、 長距離の爆撃機に核兵器を搭載するという方法をとっていたで実際に広島長崎への原爆投下も爆撃機によるものでしたがこれがミサイルという手段にだんだん変わっていくミサイルつまり人が乗っていない飛行物体によって破壊をする競争をアメリカもソ連も進めていくことになるでそしてその中でそのソ連が人工衛星を打ち上げる。 でこの人工衛星を打ち上げる技術はこれは基本的に宇宙空間に物を届けるわけですからミサイルの開発と密接な関係がある技術なのでソ連に先を越されたというショックがアメリカに生まれることになります。スプートニッククショックと呼ばれるももののでですねでここでも新たたなミサイルの開発のために ベーソンがしのぎを削る特にまあ自分たちが後手に回った遅れたと考えたアメリカでミサイルの開発があるいは潜水艦です船の上からミサイルを発射する場合にはその船を攻撃すればもう当然ミサイルを発射できないだけど潜水艦から発射することができれば状況は全く違いますね。 で潜水艦はどこにあうのかを突き止めることが難しいでそこでアメリカもソ連も原子力潜水艦の開発を据えましてでさらに潜水艦から核ミサイルを発射できる技術の開発を急ぐことになりました。 でこのように膨大な数の核兵器を蓄えていった何のためにこれが必要なのかと考えるのがごく当然の、まあ、人道的な態度だと私は思いますがしかしその中を割ってみれば相手に対して優位を取ろう数の上でも優位を確保しなくちゃいけない技術の上でも相手に負けてはいけないでそのような状況のためにですね膨大な兵器をアメリカもソ連も開発しでそれによって国際関係が不安定になり 核戦争の可能性を犯すばかりではなく両国の経済にも大変な負担を与えることになりました。